世界で一番お姫様、そういう恥ずかい心得る。やめ。その意地、いつもと違う髪型に気がつくこと、そこにちゃんと靴まで見ることいいね。その3、私の一言には水のことが返事すること。わかったら右手がお留守なのを何とかして。別にわがままなんて言ってないんだから、君に心から思ってほしいの。可愛いで願いで一番お姫様、気がついてねえねえ、守れるあんたのんがいいよ。まあ、私を誰だと思ってるの、もうなんだか甘いものが言わずによ。ゲーデン、可愛いの間違いでしょ。文句は許しませんの。あのね、私の話ちゃんと聞いてる。ちょっと、それとね、白いお馬さん決まってるでしょ。迎えに来て。わがままだ、かしすぎてでもどうでお姫様で。別にわがままなんて言ってないんだから、でもの少しくらいしかあってくれなくていいのよ。私だけの王子様、気がついてほらほら、お手手が空いてます。無くして無愛想な王子様、もうどうして、気がついてよ早く。絶対君は分かってない、いちごの喉とショートケーキ、こだわり卵のとろけるプリン、みんなみんな我慢します。わがままな子だと思わないで、私だってやればできるもん。後で後悔する場合よ。当然ですが、でも私は願いで一番お姫様、不意に抱きしめられた気を見損なえ、惹かれる危ない予想いたとろむ君、恋のが危ないわよ。変だって